はい、3本目です。3本目は、えっ、ー、と、ハイボルテージですが、350の 70C の 140C です。いきます。あ、モーターカットオフ。 やっぱりあの最近、YouTube の外国の方のやつ見てて94年1994年の、えー、っとアメリカの TOC ト,トーナメント・オブ・チャンピオンシップっていう飛行機のアクロの大会で唯一ヘリコプターで呼ばれた方があのアメリカのカーチス・ヤング・ブラッドさんだったんですね。 その時のデモ、デモビデオ、まあ、デモの映像のね、ホームビデオで撮られたやつ見てたんですけど、いや、やっぱすごいなって。やっぱ94年だと、また振動ジャイロはあっても、ヘディングロックはない時代のはずなんで、まあ、コマジャイロ、機械式の、よーく、あの、ラダーをコントロールされてるなと。 でガバナーも多分エンジン、エンジン機60で自分が設計されたチューンドサイレンサーやからあの時代は多分ガバナー、ガバナーセンサーもないんであの、なんだろうえっと使ったことは僕は自分でやったことないんですけどあのチュンパイチューンドサイレンサーのえん、ー、やったかな 何だっけあれシリ,シリコンのチューブ太いあのチューブであのエンジンのパイプン液を調整するんですよねうんだから昔経験したのはまあ父がねたまたま春度サイレンサーをヘリにつけておいてくれてたんですけどホバリングから生命のホバリングからやって 下ろしてくるにパイプインしてホバリング中にもずっとパイプインしてこう回転になって怖くてでもう下がエンジンが下がらないからだからそのまんまにして着陸してあのパイプインが抜けるまで待ってたっていう記憶がありましたねうんまあやからほんまに。 まあ、あとは、ヤングブラッドさんは、あの、まあ、言,言えば、やっぱ当時は言えば囁かれてたんですけど、あの、大昔はワンスティックっていうプロポがあったんで、えー、っと、PCM10、10X をあの、まあ、JR に依頼して改造してもらって、だから、右スティックが、エルロンエレベーター、上下左右。で、あの、 車のホイール型コントローラーみたいなあのタイヤタイヤのえー、っとおこう一つのスティックの上にこう左右でねじるそれがラダーコントロールだったんで、えー、エクセル60を飛ばされていた頃それより前 j r j r プロポが販売していた3、えー、次元伝説っていう 3D フライトを広める時の,あのビデオも見たんですけどあの、えー、とジャイロの設定が普通やったら、まあ、ノーマルとアイドルアップ個別に設定して、えー、ハンチングが出る寸前までラダーの,あのジャイロ感度を詰めるんですけどそれを。 せずに下げて、あのー、ある程度はあのー、ジャイロの補正はするんだけどそれ以上は指ラダーーのスティックでコントロールしたいいっていうだから上げすぎると自分が思うところに、あのー、当時だから機械式ジャイロなんで多分ね540度とかやりすぎたら一瞬コ,コマが張り付いてしまう遠心力で。 たぶん本人さんはそうあったと思うんであのー、なんでジャイロ感度は下げ目にしてあのー、指優先でコントロールするっていうやり方が、あのー、あったみたいですまあだから当時だとあのー、ヘディングロックジャイロもないガバナーもないから なんだろうねうんもうとにかく自分でいろんなことをや,やる試すであそのあとにやっぱりあのねヤングブラッドさんが独自にブランドで作ってたマッスルパイプマフラーとかえー、っとあと何や、ま、マフラーが一番よう知ってましたね僕も古いラジギとか見てたら。 で、電動の 3D あーあーうーんとそん 90, 90年代やったらメインローターのカーボンローターは確かあの、イギリスの NHP っていうメーカーやったんで多分今もあるのかなであのー、カーチス仕様ってあったと思うんであのー、通常よりかなりあの、横の羽のウエイトをたくさん入れてやってたはずなんで。 あのヤングブラッドさんの飛ばし方の中の,のオートロテーションがねすごいんですよねもう,めめもう60クラスの今言った700サイズのヘリが米粒になる以上に上げてでそこからホールド背面になってホールドに入れて常にロ,ロールをしながら降下するとか、うん、ロールとかピルエットフリップとかで最後にもう目の高さぐらいのところから。 あーハンロールかエレベーターのバックフリップかアップフリップで目の前の自分のいつも飛ばしているどのどの多分ところにいてもやっているんかなページェントで見てたんですけどママッット、ト緑のマットの上に必ず着陸すするんですよねあれはほんますごいなと思いました練習と経験といっぱいやられてるそうですもんね。あ、あのー 潜水さんと土橋さんの,あの RC ファンの対談記事って今でも公開されてるんですけど80年代後半か90年代の世界選手権に確かヤングブラッドはさんは出たんやけどうまくいかなかってヘリをもうんやろピットに戻ったら蹴ったって言ってましたもんね自分のヘリをまあまあだからね 世界一になるっていうのはやっぱすすごいことなんやなって思いますね。はいありがとうございました。